やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。やすこさん、芸人のやすこさんが忙しそうで、すごい心配になってます、我が家で。チャンネルつけるたびに、いる。すごい。本当に、もう何、昼も夜もチャンネルつけるたびにいるので、大丈夫みたいな。ね。で、あと性格と仕事運ですね。はい。占います。基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄に書いてあって、で、そして私も証拠先生も受け付けてます。で、お知らせ一つさせてください。6月15日土曜日、角川様主催で、玉木の占いのセミナーやります。がっつり占い。あと自分の願いを叶える感覚をこう覚えて帰ってね、みたいな感じで。超本気でやるのでお待ちしてます。いけないわっていう方はオンラインのチケットもありますよ。はい。さて、今日は、カバラ数秘術をね、みんなで予想しながら、っていうことで、私もまだ調べてないです、生年月日。なので、また似顔絵描くコーナーするので、その間にみんな考えて、やすこさん、何の数字かな、みたいな、なんか、話しながら描けるかな。あ、どうしよう、なんか、これ、めっちゃ上がはみ出ちゃう。よっこいしょ。この辺から、輪郭は丸いよね。輪郭は丸い。で、耳は、で、七三なんだ。あ、でっかく描きすぎちゃった。顔でっかく描きすぎちゃった。まあいいや。七三にしてんじゃん。いや、かわいい。かわいいお顔よ。すごくかわいいお顔よ。ねえ。髪伸ばしたらどうなるんだろうね。めっちゃかわいい気がする。ちょっとね、困り眉の。眉と眉毛の間が空いてて。このね、つぶらな瞳がね、なんともね、少女のような、つぶらな瞳が、シンプルな目のラインね。あ、かわいい。ね。とっても苦労人らしいじゃない？あんまり詳しくないんだけど、老いたちが結構ヘビーだったんでしょ？母子家庭だった？違う、そう。うちも母子家庭だったけど、なんか、これ多分ヘビーだったね。あ、この辺で、お、シンプル。シンプルに終わった。あ、かわいい、かわいらしいわ。ね。これで迷彩服をこう、下に着てれば、やすこさんですけど。はい。で、はい、そうこうしてた間にみんな何の数字が入ってるかしらって考えた？私は、苦労人のね、9とか6とか、あと繊細な2とか、この辺の中、優しい数字が入ってんじゃないかしらとか、すごい強気な感じを受けないのよ。もしくはこう真面目な4とか、こんな数字かなとか、ただ、この愛され方は3とかも入ってんのかなとか、愛されキャラのね。なんとなく、こんな、出しすぎだよって言ったんだけど。この、柔らかい優しい数字、プラスなんかに、真面目に行くか、そう、人気者の筋か、なんかかな、と思ったりして、はい。結果発表。じゃじゃじゃん。1998年、9月、お！ 2 が入ってたね。2っていうのか、11っていうのか、待って、現在数、過去数は、これ2だね。で、未来数も、11だけど、ただ9月って未来と過去が一緒になるから、まあ、11っていうか2っていうか、ここが同じ9月までだから。で、10、17、11、38、11なんだ！そう来たか。そうか、待って、合ってる、10、11、38、あ、全部11っていうか、全部2っていうか、珍しくない？超絶珍しいよね。いや、現在数と過去数が11、11は見たことあるけど、未来数まで、でも誰か芸能人にいた、あれ、手越さんって全部だっけ？違ったっけ？全部こう、11、11、11って言ってもいいし、2、2、2って言ってもいいし、とにかくそんな感じよ。なるほどね。ちょっと不思議であり、繊細であり、こう、直感感覚的でありみたいな。あ、すごい繊細さんだわ。なるほどね。この2だけ当たってた。これだけ。ああ、そうなんだ。なるほど。時代は
2とか11を求めているのね。この漢字を。なるほど。はあ。皆さん予想できましたか？はい。ということで、カバダンは分かったところで、タロットさんから見てどんな人？すごい忙しそうだけど、いや、ほんと、テレビ見る人ならわかるよね。何にでも出てるじゃん。昼もいて、夜もいて、毎日昼もいて、夜もいてみたいな、あらゆるバラエティ番組に出てんの。どんだけ働かせてんのみたいな、これ、事務所どこ？どこ？ソニーなんだ。あ、ついでに本名は書いてあって、めっちゃ可愛い。安井かのんちゃん。かのんちゃんっていう、めっちゃ可愛い。なんで安子になったんだろうね。かのんちゃん、可愛い。可愛い。ね。とにかく、もうむちゃくちゃ、べらぼうに働かせすぎなので、大丈夫かしらみたいな。うん。とにかく、我が家はそれは心配。で、今後の仕事運、総合運、みたいな感じで。あ、可愛い素朴な、このカメラで映すとさ、ちょっと若干歪んでるから実物と違うんだけど、可愛いね。はい。じゃあ、行きます。タロットさんから見て、カノンちゃん、改め、ヤスコさんは、どんな人？確か、そうね、大変な思いをして、大変な幼少期とかで、で、自衛隊に行ったんだよね。そっからのお笑いって激動すぎるよね。あ、やっぱ、11って考えると、ドラマチックさが確かに分かりみが深いっていうか、ただ本人がそれを望んでいるかどうかは別として、どうしたって人生がドラマチックになってしまうみたいなのはね。まあこういう場合、11、11、11って見ていいんだろうね。全部11。一貫して11。どんな人か。いや、子供、お子さんのいるご家庭で真似しない安子さんの、はいーって。ずっと言ってるよ、我が子たち。はいー、はいーって。呼ぶとさ、テラミッシャーンと、はいー。しめさばの方が言うかな、しめさばがハマってて、安子、安子って。はい、どんな人か。ほら！とても責任感があっちゃう。アマテラス、オミカミ様が出たよ。なるほどね。タワー、わー、ズバッと出ました。やっぱ激動だね。タワーとアマテラス、オミカミ様が同じ画面の中にね、入っちゃうのが、なかなか、なかなかどんな人って見てさ、例えば個人鑑定でもこれすごい定番なのね。みんなやりたがるのよ。先生、玉木先生、私どんな人か動画みたいにやってくださいって言って、うん。普通に個人鑑定で一般の人を占うと、そんなに変なカードとか出ないのよ。めちゃくちゃ変なのって、芸能人占う時みたいに。こんな組み合わせ出ないよ。から安心して、普段は。真ん中にアマテラス、オミカミ様がいて、対策中点にタワー。基本、すごく責任感が強くて、男らしい感じだね、全体的に。女っていうか、男、男性性みたいな。なんかさ、そういう、なんか女性らしさを自分をこう、なんだろう、社会の中で発揮しようとは思ってない。うん。男らしく行こうみたいな感じで、真面目でしょ？すごい情熱的。目標に向かってすごい頑張る努力家。だけど、ペンタクルのキングの逆向いてるので、頑張って、めちゃめちゃ頑張ってるのにお金に興味がないか、お金に恵まれない人生なのか、ね、なんか富豪の角は逆向いてる。ただ神様は真ん中にいて照らしてくれてるよね。でも神様が照らしてくれてる一方で、ね、これプラスマイナスの法則なのかわかんないけど、なんかトラブルアクシデントとかなんかにも注意だから激動な感じよね。プラスもマイナスも振り切った感じの人みたいな。すごい感じが出た。はい、続いて、体調、めちゃめちゃ忙しそうだけど、体調大丈夫？いや、本当に、思うわけですよ、私。わかるよ、芸能事務所もさ、一番売れてる時に、もう、パンパンに仕事を入れて稼いでほしいっていうのは、わかるんだけど、いやー、
芸人さんもだしさ、女優さんとかもだしさ、ちょっといつ休んでんのみたいな、あの、一時期の、綾瀬はるかちゃんとかさ、深くよんとかもそうだけどさ、なんか、使うだけ使ってみたいな、なんか、プライベートの時間あげてよ、休みの時間ちゃんとあげてよみたいに、他人がこう心配しちゃう。いや、本人がね、望んでるならそれはいいんだけど、絶対そうさせてみたいな。そこまで、もう限界まで仕事を入れてくれて望んでるならあれだけどさ。いや、でも望んでても休ませるのも、休みも仕事のうちにしないとね。ダメだよ。体壊しちゃったら元も子もないから。あ、ストレスが半端なさ。あ、今、すごくストレスが、これセットで出るとやばいんですよ。節制の逆と忍者の逆が出ると。抑うつ状態時のとかに出ちゃうの、これ。なので、今すごい、メンタル厳しいと思う。ただ、そのうち晴れるって出てるの。ズバッと出ます。ああ、体調大丈夫。一時的には大丈夫だけど、長期的に見ると、世界の逆でしょ？ちょっと過労で休みますみたいなことあり得るよ。対策注意点も死神が出てるから。いや、永久に何もう芸人辞めます。もう二度と出てきませんみたいに。なんかさ、そんな、そこまで言ってほしくないけどさ。途中、やっぱこのペースで行くと、うん、過労で倒れるとか、過労でメンタルがとか体調がとか、ちょっと続けるのは厳しいからお休みしますみたいなさ、そんな感じになっちゃうと思うから、やっぱりここはやっぱりお休みをどうかお休みを取っていただきたいね。世界の逆に死神対策注意点、これはもう両方ね、停止のカードなのセットでで、かつ現在にメンタルがかなり蝕まれている感じが出ているので、もうちょっと、誰か関係者、見ていたら、ご本人見ていたらセーブして、じゃないと、倒れちゃうわよ。で、今後の仕事運。いや、なんかさ、メンタル系ってさ、こう、なったことない人はさ、気持ちに現れるんじゃないか、気持ちがうつうつとするんじゃないかとか思いがちだけど、体から出てきたりするからね、本当に。そう、眠れないとか食べれないとか、なんか気持ち悪くなっちゃうとか、震えるとかさ、なんか立ってられなくなっちゃうとか、自律神経がおかしくなっちゃうとかさ、なんか体から来ることの方が多いよね。気分が落ち込むよりも、うん。で、あれ体調なんか変だなみたいな。で、なんか内科行っても全然何もね、おかしくなくて、うん、あ。気持ち、心の方の問題でしたね、みたいな。ことはね、多々あるのでね。はい、仕事運。わー、タワーが近い将来に。ズバッと出ました。あー、近い将来。あ、で、対策注意点にも悪魔でしょ？すごい、悪魔と死神とタワーが同じ画面に出たね。あ、やっぱりちょっと限界じゃない、もう。ね。なんとなく。このペースで行くと、そんなに遠くない将来に、なんか、ちょっとお休みします。限界だからお休みしますか、なんか不注意とか、ね。働きすぎとかで不注意で怪我しちゃうとかさ。なんかハードなヘビーなことやらせて、なんか怪我トラブルとアクシデントとかさ。うん、なんとなく、こう集中力とか、なんかそういうのも、なんかすべての仕事に対して 100% でこう回れてない気がするのよ。なんとなく。うん、なので、可能性1位は体調崩しちゃってお休みとか、2番目は、ポワワワーンって集中力なくて、なんか怪我とかトラブルとかアクシデントとか、うん。そういうのに注意かな。でも最終結論がペンタクルの4なので、これはね、保証とか何かをこう、ガチッと仕事とか守るカードだから、まあ、なんかあってもまた戻ってくるとは思うけど、
ちょっとほんと直近よ。1ヶ月後から半年後とかの結構な直近は一番気をつけてほしいなと思いました。ほんと体と心第一で頼みます。はい。で、総合運、ホロスコープ法で。いや、なんかね、サラリーマンはさね、ここ最近、ライフは、なんだっけ、なんとかバランス。忘れちゃったよ、カタカナ。ライフワークバランスだっけ。ね、言われるけど、芸能人もね、考えるべきよね、っていうか、事務所がちゃんとさ、調整すべきよね、その辺。ぶっ飛んだカードはな、ワンドのクイーン。特にね、繊細な人は、めっちゃ期待されたら、あ、期待されてる答えなきゃって思ってさ、休みたいなんて言えないよね。実家との関係にタワーが、ひゃー、ズバッと言いました。やっぱり、そうね、仕事、ちょっとセーブしてほしいかな。いや、この位置にエネルギーがあるかないかで言うと、どん底カードが出ちゃったのよ。で、背景にソードのキングなの。いや、孤独な戦い？うん。多分、そう、誰にも言えないとか、なんか、一人で戦ってるみたいな、なんかこう、ね、本音を言える人とかがいないのかなとか思っちゃった。結構厳しいよ、このソードの銃が出ると。きついよね。うん、メンタル的にきついよね。で、彼女の存在そのものは、ペンタクの9の逆。これ単純に仕事しすぎに見えちゃうんだけど、普通に。で、パートナー運。まあ普通、ここ、何？結婚相手とか結婚なんだけど。これはまだかな、うん。妨害のカードだから、これはまだ。で、お金。収入とか支出とか動くお金は女教皇だからかなりたっぷりね、ダイヤ感出てるからあると思うんだけど、資産とか貯金とかなんか財産とか動かないお金があんまり思わしくないのは何なんだろうなって思っちゃった。なんでだろうね。で、実家との関係がさ、タワーの逆出てるじゃん。なんか実家、うん、お母さん。なんかさ、関係が崩壊してんだよね、うん。で、あと、学び。ここは基礎的な教養とか知識教養のところ。ここはね、なんだ、恋人の逆。なので、ここもあんまり良くないでしょ。ただ、高度な勉強は、資格取るとかはいいって出てんの。なんだろうな、これ、うん。で、プライベートとか、趣味娯楽とか、恋愛とか。うん、そういうのがバランス崩すだから、そもそもね、プライベートな時間はそもそもなかったりね、よろしくない。で、健康のところはカップのページが出たんだけど、でも、さっきの健康運、体調の部分見る限り、まあこれ逆向いててもよかったかなっていう感じだよね。うん、精神メンタルに気をつけてね、みたいな。うん、そうだね。まあ、正位置向いてるけど、一応メンタル気をつけてて、で、仕事とか、名誉名声、社会的にどう見られるかが、さっきポンテとダバンドのクイーンが逆向いてるのよ。ああ、めっちゃ人気あるけどね。な、これも、やりすぎ注意ですよ。うん。仕事しすぎ注意。過剰な感じがするって、コミュニケーションはとてもいい。なんだろう、彼女をこう。助けてくれる人とか、こう、支援っていうか信頼してくれる人とかは、いそうだよね。で、ね、潜在能力のとこにやっぱり、ソードのエースが逆目、ソードはね、なんか、あれだよね。孤独とかさ、なんか、うん。こう、自分のこととかさ、なんかこう、読んで、判断するみたいな、判断力に欠けちゃうみたいな。今休むべき、なんか全体的にそう、休むべきだとか、なんかそういう判断は間違わないでほしいなって思った。うん。全体的に心配よ、体調が。
これもなんか総合もダイアルからめっちゃ出て、なんか激動の感じだね。全体的にこう、すごいよね。プラスとマイナスのエネルギーが。いいことのエネルギーと悪いことのエネルギーがさ、こう両方、やっぱ振り切ってる感があって、こういう人生じゃなくて、なんか、こういう人生みたいな、ワンバンバンみたいな。いやー、これは11位、全部、オール11位の運命なのか、何なのか。いや、ほんとお体気をつけてください。頑張ってください。はい。では、じゃんけんいきました。まーき、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。